2021年最強のウーマンレーサーを決める戦いが今から始まります。第10レーススーパースターガールズ王座決定戦10メートルオープンの一戦となります。金田遥、稲原瑞穂、高橋恵理子、藤本理恵、田崎萌、本田仁恵、信澤彩乃、そして片野梨沙、以上の8名による10レースの予選競争ガールズ王座決定戦です。ファンの視線がこの10メートル戦に注がれています。初代女王の片野が一番人気を集めています。対するは3番の高橋恵理子、4番藤本理恵、伊勢崎の女子が相手筆頭となりました。スーパースター10秒前です。ガールズ王座決定戦の発走でございます。5秒を切ります。スカパープレゼンツスーパースターガールズ王座決定戦第10レース1秒前スタートしました。インコースから1番の金田遥、練習通りしっかりスタートを決めていきました。さらには高橋、4番藤本の順、外頭からかましてくるのは8番の片野。さあ初代女王と2代目女王が現在4番手を激しく競い合っています。田崎の前に8番の片野が上がりました。1番の金田遥巡ってきたチャンスを生かすのか、やや立ち上がりで滑った。2番手から高橋が迫っています。3番手に藤本、4番手には片野梨沙が続いております。後方からは3秒31のパワーで6番の本田が追い込んできています。さあ先頭争いは抵抗するように1番の金田遥、まくっていくのは3番高橋、まくり切りまして高橋恵理子が先頭に立っています。便乗していくのは片野、さらには6番の本田、ものすごい追い足であります。さあ前2勝も伸び込む勢いが6番の本田にあります。先頭は3番の高橋、2番手から8番の片野梨沙がぴったりマーク、仕掛けの気を伺っています。やや膨らんだ高橋、おっと8番の片野がバランスを崩してしまいました。これは6番の本田に絶好のチャンスであります。さあ1、2コーナーでは片野の前に本田が上がった。さあこれは片野ピンチであります。3番手から再度バイクを伸ばせるかどうか。3、4コーナーのカーブ、高橋が粘る、高橋が粘る、外から6番の本田の強襲であります。残りは2周回、インコースから片野が飛び込んでいく。インコースから先輩の意地を見せるのか、初代女王が先頭に立つのか、間には高橋、外から本田が行った行った、本田が先頭に立っています。ぐーっとインコースからバイクを伸ばしてくるのは8番の片野梨沙であります。4コーナーを立ち上がりまして片野と本田の一着争いであります。残り1周ブルーフラッグを通過しています。先頭は片野梨沙であります。さあ片野、大先輩の牙城を超えることができないか。本田2番手の位置、4番の藤本3番手、7番の信澤その後ろ。最終コーナー明けっぷりよく本田が迫ってくるも、初代女王の片野が3代目の女王ももぎ取りました。ここ一番勝負どころ逃しませんでした。道中一滑り二滑りありました片野梨沙でありましたが、そこは冷静沈着、立て直して先頭を奪って本田の強襲を退けました。6番本田もナイスファイトで前線しましたが2番手ゴール。第3代の女王は片野梨沙。10レースガールズ王座決定戦ご覧いただきました。さあこれから片野選手ウィニングランということになります。皆様の前に登場です。いや道中一滑りあった時にはねヒヤッとしたんですが、それでも一切ひるむことなく戦い続けましたね。事前コメントで冷静に走りたいとおっしゃっていましたが、本当にその通りの走りでしたね。そうですね。
いやこう本田選手の、ね、前を走っていて肩の先輩さすがという後輩にも尊敬されるそんなレース内容だったのではなかろうかと思います。背中を見せつけていました ね本田選手に。ただバイクから降りるととてもチャーミングでね、そのギャップがたまらないですよね。この後のコメント楽しみですね。さあ左手でこれ大変ですよ。ですよね。はい、だってイベントホールで帽子投げて真下に投げた畑野選手ですから、はい、いいじゃないですか。でも本当にこう愛嬌のあるね、あの本当人間的にも素晴らしい、うん、まあ、性格という私が言うのも何なんですけども、接していてね、とても気持ちよく私も接していただいてます。すごくチャーミングな方ですよね。いや本当ですよね。いやでもこの10レースはね、やっぱり初代女王、当然こう10メートルオープン大外、人気にもなっていましたから、いろんなプレッシャーがかかった状況だったと思うんですけどもね、しっかりとその女王の座を奪還した格好ですよね。そうですね、去年は悔しかった思いもしましたもんね。そうですね。これで2回女王に輝いたわけですから、来年も再来年もという気持ちがねまた膨らんでいるかもしれませんが、まあ、でもこの一戦の勝利はね特別な思いがあったと思いますね。今ちょうど1コーナーから2コーナーも差し掛かっていって、やっぱり、もう本当胸中はね勝つには勝ちましたが、特に複雑な思いがあるんではなかろうかと思います。はい、さあこれからバイクを降りて片野選手の表彰式ということになります。さあ皆様大変長らくお待たせいたしました。スカパープレゼンツ第3回スーパースターガールズ王座決定戦、2019年に始まりましたこのシリーズ、どんな第一声になるのか、初代女王でもありますたくさんのファンの方が詰めかけています。2つ目のタイトルを手にされた片野選手、今どんなお気持ちでしょうか。この後レースについてもお話伺ってまいりたいと思います。準備が整いましたらインタビューを始めさせていただきますので、どうぞ皆様ゆっくりゆっくりご自身のペースでね今移動されてきます。それではインタビューです、ご覧ください。さあ片野理沙選手が到着されました。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。片野理沙選手です。まずは今のお気持ちを聞かせてください。はい、すごく嬉しいです。本当におめでとうございます見事なお走りでした。さあレースを早速振り返ってまいりたいと思います。今日試走を終えての感想感触いかがでしたか。そうですね、まあ、エンジン的にも試走の感じはそこまで悪い感じはしなかったので、さばく展開になったらちゃんとしっかり開けてさばけそうなエンジンだったと思います。はい、そしてスタート位置に着いたときどんな気持ちでレースに臨まれましたか。そうですね、とにかく冷静にしっかりスタート切ってどんな展開でも自分のレースができるように考えてスタート位置につけてました。そのスタート実際に切ってみていかがでしたか。思った以上に切れて自分でもびっくりしました。そして道中の走り感触などはいかがでしたか。そうですね、途中でタイヤを滑らせてしまって、そこで一回展開を自分で悪くしてしまってやばいなって思ってたんですけど、うちにエリちゃんのうちに入ることができてよかったです。はい、はい、道中確かに見ていても少しヒヤッとするシーンではありましたが、はい、よくぞこうぐっと持ちこたえましたね。いやもう気持ちでなるほど。そしてそこから立て直して先頭に立っていきました、はい、このあたりの感触お気持ちなど聞かせてください。そうですね、まあ、本当どんな展開になるか分からなかったので、自分が先頭に立てた瞬間はあ、でも、まあ、本田ちゃんが横にいたので、まあ、ちょっとやばいなと思ってたんですけど、最後ゴールは先頭を駆け抜けられてよかったです。はい、なるほど。
そしてゴール戦通過しました。まだシリーズ戦明日へと続いていきますので、はい、ここで今年を総括はまだしないんですけれども、はい、今年はいろいろと、まあ、辛いこともあったかと思います。はい、今節に臨むこの意気込みなどどんな気持ちでこのレース場に入られたんでしょうか。そうですね、まあ、今回、下回りを手伝ってくれた同期やあと先輩やエンジンかけてくれたマヤさんや森谷さん、そしてまあ、すごいいつも見守ってくれてる河原さんと、あと天国にいる黒岩さんに届けられてよかったです。本当に今節っていうのはすごくこう改めて仲間、そして先輩、周りの人たちのこう大切さを感じる、そんなシリーズになりそうですね。そうですね、はい、あとはあと4日間しっかり自分のレースできるように頑張ります。はい、そして最後になりますが、ファンの皆様へもメッセージをお願いします。はい、とにかく今日はしっかり女子戦取ることができてよかったです。また4日間続くんですが、しっかりそこでも結果残せるように頑張るので、応援よろしくお願いします。片野選手にお話伺ってまいりました。ありがとうございました。そして何よりもおめでとうございました。ございます。それでは表彰式に移ってまいりますので、片野選手そのままお待ちになってください。それでは表彰式に移ってまいります。まずはじめに勝利を祝しまして、片野選手に第25回新橋小市祭り浴衣美人コンテストグランプリの篠原真奈様より花束が贈られます。篠原さん、お願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。篠原さん、ありがとうございました。はい、ということでラピスタ新橋プレゼンツということで、片野選手に JKA 会長賞として今ちょうど花束が贈られました。公益財団法人 JKA 執行理事、まあ、本人も話していたように、賞状とメダルが贈られます。これでシリーズ終わりじゃないですから、逆にここが出発点というかね。そうですね、お願いいたします。初日を勝利で飾れたということですね。ぜひこの後このねシリーズ戦で初優勝を遂げてもらいたいなというふうに思いますね。見たいですね、そんな姿が。はい、はい、明日以降のレースもどうぞご注目ください。かなりこうさばいていく上では思想の手応えとしてもあったというお話ですからね。メダルの授与です。いや、この後2日目以降の走りも注目ですね。ちょうど今メダルが贈られました。いや、片野選手、まあ、この一戦には岡谷美雪選手が本当は出場予定だったんですが、日本選手権の事故により負傷、怪我のため今回は出ることができません。そのやっぱり欠場もあって、片野選手にかかる期待というのはより大きくなったと思うんですけどもね。お願いいたします。おめでとうございました。はい、ということで今表彰式の様子を皆さんにご覧いただいています。ちょっと意地見ましたね、先輩の意地。いや、もうやばいと思ってポンちゃんにまくられるって思って結構もういっぱいでした自分も。はい、でもあそこ一回立ち上がりで滑らせて、はい、1コーナーで3番手になったぐらいの時に結構内に入れて冷静に回れました、ね。はい、そうですね、あの時は回れるって感じがしたので、で突っ込んでた時もちょっと空いてる風に見えたんで、うん、あそこで行かないともう無理だって思って、もう意地で行ってきましたね。いい形で初日を終えました。そうですね、とりあえず初日しっかりガールズはなんとかなったので、あとは4日間気持ちを切り替えてしっかり明日から頑張らなきゃですね。はい、じゃあまずはあと4日いい形。はい、そうですね、まあ、黒岩さんにもいい報告できてよかったです、うん。はい、今日ずっと恩人の方に教え続けてもらえたことが、はい、本番ではどうですか。
そうですね、はい、本当に、まあ、黒岩さんいなくなってすごい寂しかったですけど、もう周りがすごい気にかけてくれて、助けられてますね、本当に、はい、だから私ももっと黒岩さんが安心できる成長した姿を見せられるように頑張って、今後も今度本当に優勝できるように頑張ります、うん、はい。1着8番、2着6番、3着4番、以上でございました。